お腹いっぱいや。は？お腹いっぱいやね。フェミ様で？フェミ様もお腹いっぱいやけど。ご飯食べすぎたんや。しょ。お腹すいた私は。俺はお腹いっぱいや。ずるい。フェミ様でもお腹いっぱい。ほんまフェミ様お腹いっぱいやねんけ。そうでしょ、弟子のパトロールの成果でしょ。いっぱいやんねんけよ。はい。消化しなあかんフェミネタが。まず来いや。お願いします。ドン。石川様。はい。今日の AV 法案反対のデモなんですが、いろいろと考えて呼びかけ人から名前を外してもらうことにしました。議論の少ないまま本番行為が認められるような法案が通ること自体は今も反対の立場です。また名前を外しましたが、カウンターデモにも賛同していません。私からの呼びかけで知ってくださった。どうのこうの、まったダラダラ書いてあんな。ダラ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 書いてあって、まあ4つぐらい、まあ抜けたと。必殺呼びかけ人から抜けたと、脱退したと。はい。まあなあ、まあいろいろ言われてっけどさ、このことに関して。逃げたとかさ、泥船から逃げたとか言ってんやけど、なんやろね、よう分からへんねんけどさ。まあ性売買合法化反対の立場で、だから法案、まあええんちゃう。なんかあったんやろな、その自分の中でよ。かさ、やっぱ師匠が言うみたいにさ、うん、シーカー様はさ、こういうこっち系エロい系とかはさ、うん、言ったらダメだよねっていう意見があったんじゃないですか。まあそうやな、うん、お前が言うかっていう話やな。まずさ、うん、なんかちょっと違うよね、その、なんていうかな、うん、なんて言ったらいいのかな、別にだからはええとかだから悪いっていう話じゃないけどさ、うんうん、はい、例えばに、まあ、こうなんか先頭に立ってるっぽい二頭夢のとかはさ、うんうん、あんま男好きじゃなさそうやん、うんうん、言ったらあんまセックス嫌いそうやん、ぶっちゃけ。菱山さんとかもさ、うんうん、菱山さんなんてひょっとしたら、まあ、こんなこと言ったらあれか。まあ今のとこは一回もないんちゃうかな、うんうん、ぐらいのなんか感じやん。なんかその、うんうん、男嫌いっぽいやん。その石川さん男好きやん、ぶっちゃけよ。だから本にも書いてあんねんもさ、そのセットも二人いるって、いきなりセットも二人いるからスタートすんやからさ、うん、もう男二人かどうかすら怪しいですもんね。もうなあ、うん、ほんで好きやん、ぶっちゃけ男好きイコールそういうこと好きやん。うんうん、なあちょっとちゃうよな、ちょっとね。だから自分でもそう思ってたんちゃう、うん、その声かけられてさ、呼びかけになってくんないって誰から言われたか知らんけど、まあなりますって言ったものの、まあなんかさ、今みたいなツッコミが入ってくんちゃう、そのお前が言うのっていう、うん、お前がそれを言うかみたいなことをバンバン言われて、うん、で自分でもちょっとなんか書いたんだ、仕事をしてた当事者としてしんどいなと思うことがあったのでという理由ですっていう、うん、まあしんどいなと。だからさ、これようわかるやんけ、なんつうのかな、その AV 新法反対なんちゃらっていう、だから必殺呼びかけ人、要するに必殺呼びかけ人の多くの人らは縁がないやんけ、ぶっちゃけそういうことによ。それこそここで言うなんとかワーク、うん、あんまり言うと広告剥奪されるから言葉選んでますけどね、うん、から縁がない立場やのに、なんか適当に言うとるだけやん勝手に、うんうん、まあどうせ本気でそういう人らの保護とかさ、そういう人らのためになることなんて考えてへんやろうけどな。ただその選挙が近いから自分らが応援している政党をなんとかしようと、なんとか議席を取ろうと思って自民党を攻撃するためだけにやってるの見え見えやけどな、ぶっちゃけな。もう出ないとやるわけないやんけ。で今さ、自民党を攻撃するのにそれぐらいしかなんかもうないからさ、たちまちで攻撃できるような内容が。でだからなんかボーン、超ぼんやりしたことでさ、何が悪いか全然分からへんやもん、結局。いまだに
結構さ、俺らこの AV 法案新法反対の必殺呼びかけ人の言うてること割と真剣に聞いてみたり見て噛み砕こうとしてても何言うてんのか分からへんやもん。何が悪いか全然分からへんってことや。なんやったらさ、そのあんま興味ない人なん、そのちょっと興味があって理解しようと思ってる俺らですらよく分からへん主張してんのに、うん、まあだからこそなんとなくこの AV の法案はとんでもないっていう、 AV 法案って言ったらちょっとまあショッキングではあるやんけ、うんうん、その言葉自体はよ、うん、ほんでちょっとその辺のなんかそういうことに潔癖なオバハンみたいな、オバハンとか女の人ぐらいを狙って AV 自民党が推し進めようとしている AV 法案ってとんでもないんですって言うといて、えーって、でバカなオバハンがさ、そんなことしようと思ってんのっていうのをちょっと頭の悪い、うん、引っかかる、もう引っかかるのはごくわずかな人数なんやけど、そのごくわずかな人数だけでも、うん、まあ引っかけようとしてんのかなって思うねんけどな、俺の見たところでは必殺呼びかけ人っていうのはさ、うん、でさ、まあ、関係ないわけよ、その必殺呼びかけ人の多くはこういうことに、うん、でさ、石川さんぶっちゃけ経験とかあるやんわけやん、言ったら、うんうん、着エロもそうやし、グラビアもそうかもしれんし、風俗もやってたって言うてし、その風俗が何かははっきりわからんけどな、うんうん、今のところですね。そっち側の人やん、言ったらそっち側に、うんうん、あの経験があるのって石川さんだぐらいなもんやねん、おそらくな、見てると、うんうん、北原みのりは女性用のそういうエログッズの販売とかしてるみたいけど、あくまでもエログッズの販売なわけでちょっと違うわけやん、うんうん、ほんまにやってた立場っていうのが石川さんだけなんで、なんか、うん、なんかちゃうなと思ってたんちゃう。別に俺は石川さんの擁護はする気はないのはみんなわかってると思うけど、別に擁護する気は全くないけど、なんかちょっと私場違いっつうかちょっと居心地悪いなと思ってたんちゃう。え、師匠？え、ってことはさ、石川様さ、うん、空気読んだの？空気読んだというか、私自身が居心地悪いって思ったってことだろ？ああ、そうか。空気は読んでないけ。私が嫌だと思ってますっていう。ああ、そうか。ことやから別に空気は読んでないやろ。そっか、読んでないか、私がだからか。私としてちょっと居心地悪いし。なるほどね。それで、なんかデモ、うんうん、やったわけやん、新宿かどっかで、うんうんうん、とかに担ぎ出されても居心地悪いよねって思ったから、まあ抜けたっちゃう。なるほどね。まあなんか逃げたとか、まあ逃げたことにはなると思うけど、まあこれに関してはまああるな、別に懸命というか、うん、ええんちゃう。もうええんちゃう、別にもうそれでええんやったら。たださ、思うのが、うん、やっぱりこれ前から思ってたんやけど、うん、お前ブレブレよなって話よな。結局その攻めるとしたら、うんうんうん、まあ、うちのチャンネルの立場としてさ、うん、石川さんを攻めへんわけにはいかへんから、まあ、一応攻めるとしたら、結局お前なんか何もないねんなっていう、そういう芯みたいなもんがさ、ダラッダラんでダラッダラダラダラ言うてるやんか、うん、結局このやめたことに関してもダラッダラダラダラ言うてるわけ、うん、ダラッダラダラ何が言いたいねんお前はいうことでさ、この必殺呼びかけにも抜けた理由もさ、うん、何言ってるか分からへんわ、この言い訳っつうか理由に関しても、で持っとけっていう話を、自分はこういう立場やでっていうのをはっきりしてたら、例えば呼びかけ人になってくんないとか誰やらに誘われたとしてよ、菱山さんか二頭なんか知らんけどさ、言われた時にその時に断れええだけの話やんけ、ないからまあいいっすよとか言っちゃうやろ、で後からこうやってうだ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 言って、なんかこうどうのこうのもうぐだ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 言ってやめまーすってことに、ぶっ最後なことになるわけやん、うん、っていうことをやと思いますよ、うん、まあな、まあどうせあれちゃう、だから1年後に
この前抜けへんとしてよ、呼びかけ人を。脱退せずに1年後に本当はあの時は嫌だったって言うよりはマシじゃない。ちょっと成長したんじゃないですか。なるほど。以上です。はーい。